マリア・アンナ・アンゲリカ・カタリーナ・カウフマンは、スイス出身のオーストリア人新古典主義画家。アンゲリカ・カウフマンは、スイスのグラウビュンデン州クールで生まれた。しかし育ったのは、一家の出身地であるオーストリアのフォア・アルベルク州、シュバルゼンベルクだった。父親のヨーゼフ・ヨーハン・カウフマンは貧しいものの、熟練した画家で、絵のためによく旅をしていた。娘にも、絵を教えた。 母親のクレオフェア・ルッツからは、複数の言語を教わった。アンゲリカは絶えず読書し、音楽家としての才能も示したが、際立っていたのは絵画だった。12歳の時、聖職者や貴族たちが、絵のモデルになったことで有名になった。1754年、父親に、ミラノに連れて行かれた。続いて、長期間にわたって、イタリアを旅行し、1763年には、 ローマを訪れた。1764年に帰国するが、ローマからの木とボローニャやベネツィアに立ち寄ると、どこでもその才能と魅力が歓迎された。デビッド・ギャリックの肖像ヨハニ・オアヒム・ビンケルマンは1764年8月、ローマから友人のフランケ宛てに書き送った手紙の中で、カウフマンの人気について言及している。カウフマンは、 ビンケルマンの半身肖像画とエッチングを描いているが、ビンケルマンによると、カウフマンはドイツ語と同じくらい、上手にイタリア語を話し、フランス語、英語も開始、ローマを訪れたイギリス人たちに人気の肖像画家になっていた。彼女は美しいと言えるかもしれない。そして歌わせれば、最高のビルト王子と肩を並べるかもしれない。ベネツィア滞在中、カウフマンは、 ドイツ大使の妻、ウェントワース夫人に誘われて、ロンドンに同伴した。ロンドンでは、デビッド・ギャリックの肖像画を描き、カウフマンが、メーデン・レーンのモレーン氏の大きな部屋に着いた年に、展示された。ウェントワース夫人はカウフマンを、社交界に紹介し、カウフマンは、どこでも歓待され、特に王族がカウフマンに好意を示した。サージョシュア・レノルズは、カウフマンの王の親友だった。 レイノルズの手帳にはカウフマンのことがミス・アンジェリカまたはミス・エンジェルとして頻繁に出てくる。1766年、レイノルズはカウフマンの肖像画を描き、そのお返しにカウフマンもサージョシュア・レイノルズの肖像を描いた。レイノルズとの信仰を示すものとしては他に、レイノルズが2、3年後にボーガリエップ人やクルー夫人の肖像画で繰り返したテーマである。 クエルチーノの我アルカディアにもありきのカウフマン版が残っている。1767年11月頃、カウフマンがスウェーデンの伯爵を偽った冒険家に騙されて秘密の結婚をした時にレイノルズがカウフマンを窮地から救った。ロイヤルアカデミー・オブ・アーツ設立のための王への誓願書にカウフマンが署名しているのはレイノルズの尽力に報いるためだったのだろう。 1769年の最初のカタログで、カウフマンの名前の後には、RA と書かれてある。ちなみに、ロイヤルアカデミー創立メンバーにはもう一人、女性会員として、メアリー・モーザーがいた。カウフマンは、ヘクトルとアンドロマ系の会見た3枚の古典的絵画を寄贈した。1775年、同僚のアカデミー会員、ナサニエル・ホーンが、風刺画、魔術師の中で、 カウフマンとレイノルズの友情を批判した。ホーンは、イタリア風のルネサンス美術の流行を攻撃し、レイノルズを愚弄し、さらには、カウフマンのヌードギガを描いたが、それは後に、ホーン自身によって塗りつぶされた。この作品は、ロイヤルアカデミーによって拒絶された。1769年から1782年に、かけて、カウフマンは、毎年出展した。 7枚出展したこともあった。テーマは外して古典的、または偶意的なものだった。その中で最も有名なものは、フランシス一世の腕の中で息を引き取るレオナルドである。1773年、カウフマンはアカデミーからセントポール大聖堂の装飾の仕事を頼まれた。サマセットハウスのアカデミーの古い講義室の絵も、 カウフマンとビアジオレベッカビアジオレベッカの作である。カウフマンの長所は18世紀アカデミック絵画の中で最も上流で金になるジャンルである歴史画にあった。レイノルズの指揮下アカデミーは肖像画や風景画の注文、購入により関心のあった自己国民に歴史画を強く奨励した。カウフマンはイングランド社交界で楽しまれ。 画家として成功していたにもかかわらず、イングランド人が、歴史画に対して比較的無関心なのに失望していた。結局、カウフマンはイングランドを離れ、歴史画が地位を得て、とうとばれ、講演されていた大陸に戻った。ミランダとフェルディナンドの情景不運な結婚が、カウフマンの人気を傾けた可能性もある。最初の夫の死後、1781年に、カウフマンは、 イングランド在住のベネツィアの画家、アントニオズッキと再婚した。間もなくしてカウフマンは、ローマに行き、そこで、ヨハンボルフガングフォンゲーテらと信仰を得た。ゲーテは、カウフマンのことを、自分の知っている、どんな画家よりも忙しく働き、熟達し、いつもそれ以上のことを望んで強情だと書いている。1782年に、父親が、1795年には、 夫が亡くなった。カウフマンは、インターバルはあったもののアカデミーへの寄贈を続けた。最後の出展は1797年だった。その後は商品を描き、1807年に、ローマで没した。アントニオカノーバの式で壮麗な葬儀が取り行われ、その栄誉が称えられた。サンルーカ・アカデミア全員に、多数の聖職者、ビオルトージたちが、 サンアンドレアデッラ・フラッテ教会の墓まで行列し、ラファエロの葬儀と同じように、カウフマンの素晴らしい絵も運ばれた。アンゲリカ・カウフマンの作品の名声は長く続かなかった。カウフマンは優美な才能とかなりの技術を持っていたが、描かれた人物には多様性と表情が欠けていた。さらに、カウフマンの描く男性は、男性的な女性たちだった。しかし、 カウフマンの色使いは、グスタフ・フリードリヒワーゲンが、チアフルと定義するほど、鮮やかだった。1911年の時点で、カウフマンの筆によって装飾された部屋があちこちに、現存している。ハンプトンコート宮殿には、ブランズウィック公爵夫人の肖像画が、ナショナルポートレートギャラリーには、自画像がある。他にも、カウフマンの絵は、パリ、ドレスデン。 サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館、ミュンヘンのアルテピナコテークにある。ミュンヘンのものは、ナショナルポートレートギャラリーの別バージョンで、フィレンツェのウフィッツ美術館にもう一枚ある。施造されている2、3の作品が、バーリントンハウスでのオールドマスターズで展示された。しかし、最もよく知られているのは、ルイージ・シアボネッチやフランチェスコ・バルトロッツィタが、 カウフマンのデザインから制作したエングレービングであろう。特にバルトロッツの作品は収集家たちに今でも人気がある。画家で愛国者でアメリカ美術界の大家チャールズ・ウィルソン・ピールは子供たちにヨーロッパの巨匠たちの名前を付けたがアンジェリカ・カウフマン・ピールという娘がいた。1810年、ジョバンニ・デロッシがカウフマンの伝記を書いた。 それをもとに1838年に、レオンド・バイイは、恋愛小説を書き、1875年には、リッチモンド・リッチー夫人作と言われるチャーミングな小説、ミス・エンジェルが、コーン・ヒル・マガジンに掲載された。1966年から発行されていた、900オーストリア・シリング紙幣に肖像が、使用されていた。カウフマンの育ったシュバルツェンベルクには、 カウフマンから名を取ったアンゲリカ・カウフマンザールというコンサートホールがあり国際的に有名なリート及び室内学の音楽祭シューベルティアーデ・シュバルツェンベルクの主会場となっているありがとうございます